トシャ見つけた。えっ、おい、なんだお前、もう一人いねえじゃねえかよ。いやもうね、遅刻です。またはい、ほんとやばいね。はい、イムさん遅刻です。また今日、時間伝えた？伝えたよ。どうやって伝えた？10時に、うん、まあ、〇〇に来て、うん、でしょ、いつもの場所に。もう俺ね、最近イム時間っていうのを持ってて。イム時間？そう、イム時間っていうのが俺はあって、イムの集合するときは大体30分か1時間前わざと伝える。賢いね。そう、俺も直進伝えちゃったでしょ、うん、絶対遅刻してるから。あ、そうなんだ。あれ記者会見の時も、おー、この間ね、うん、1時間ぐらい遅刻してきて。確かに俺あいつに伝えてよ、頼むね、うん、俺行けないから、うん、まあ頼むねと、うん、1時間遅刻。そうで、俺はまあ余裕見て、ほんと1時間ぐらい医務時間っていうのを余裕見て、うん、あのやってたから、まあ記者会見にはね、遅刻はしなかったんだけど。ああ、そういうことね。そう、でもね、そんぐらい本当にもうね、イムの遅刻するやばい。マジかよ、うん、ということですよ。おい、これはちょっとね、やっぱこれはお仕置きしないかんだろうって。一応ね、急遽ちょっと思いついたってことで、はい、こう動画ね、回してるんですけど、はい、まあ、このイムが遅刻してきてるんで、はい、まあ、あの、あいつにうんこ食わしたから。うんこ、前回あの記者会見でさ、小澤海斗選手にうんこ食わせるぞって言ってたけど、それに対して大岩選手はうんこ食わすぞって言ってた。あ、イムにも、まあ、あいつにまず食わしたから。あ、好きよ、そういうの。好きよ、そういうなんかダークな感じ。あ、好きよ、はい、いやもうさすがに本当にお仕置きしないかんなと思って。ああ、あいつには、そうしないわからん。なるほどね。本当ね、集合時間を守れないやつには、うん、もううんこを食わす。だってもう今年32だべ。32で遅刻ばっかしてさ、まあその編集も毎回遅れるわけじゃない。マジ毎回うんこ食わすじゃん。いや、もう毎回うんこ食わしたい。あいつにはもう本当に。まあでも俺は最近もう期待してないから、確実に期待してない。あ、いつも通りだな。はい、まあ、それも良くないのか。それも良くない。難しいんだよね。難しい。まあでもあいつなりに頑張ってるけど、あのイム時間っていうのがあるから。じゃあ俺もそれちょっとイム時間っていうのを やろう。学ぼう。まあ、ただね、それが当たり前だと思ってもいけないし。確かに、はい、それが当たり前じゃないから。うん、決してこれはこういじめとかじゃなくて、更生させようってことでしょ。更生させようと。で、うんこ食わすと。そう、あいつうんこ食わしちゃうと思って。なるほど。だから今から早速うんこ作りやりましょう。うんこ作り、それは何、ね、自分のうんこじゃなくて本当にうんこを作るってこと。それはあの、どうしましょう。俺なりのうんこをね、さすがにでもお前の本当にうんこを出してさ、食べさせるのはさ、多分放送できないし。そうだもん。出そうだよ。出そうやめて。ちょっと混ぜる。いや、ダメだよ。ダメなのか、放送ダメなのか。いや、ダメでしょ。見てる人からしたら不快な気持ちになるし。あ、不快な気持ちになるし。18禁よ、それ。18禁だし、よくない。体に害もやばいと思うし。ということで、本当のうんこは、そう、冗談ですよ、ダメなんで、はい、あの、イムにうんこドッキリの仕掛けを、OK、もう買ってきましたよ。買ってきた。はい、何を買ってきた。うんこに似たもの。おお、あのさ、売ってんじゃん、うんこの素っていう。ああ、はい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 、まあ、あるね。元があるんだけど、あれめっちゃうんこの匂いするらしくて、うん、そのうんこの匂いをつけたもの、はい、プラスうんこっぽいものご飯あるじゃん。うんうんうん、うん、まあそれをちょっと俺ら2人で作って食わせようじゃないかと。ああ、はい。もちろん、あの、犬には、見たらもしかしたらバレるかもしれないから、まぁ、あ、ちょっと目隠しさせて。確かに。うん、目隠しさせてきたときに、まあ、ちょっと待って、一回ちょっと目隠、もう美味しいもの用意したからって。おぉ、なるほどね。目隠しさせて、それで、まぁ、あ、食わせようかなっていう。なるほどね。はい、悪だね。悪です。昔の血が騒いできた。はい、俺も悪ですから。でもお前、食わせないって間違えてね。ん？小澤選手に食わせんじゃないの？それは、じゃあ試合の当日の人持ってくと。練習じゃ、練習じゃ、今練習じゃ、作って持ってくの試合を。マジ、まあ、グローブの中に持ってくる。もう入れとこう。グローブの中でお前打つたんびにぐちゃぐちゃになるやん。自分が、うん、自分が臭いだけだよそれ。そうだな。セコンドに持たしといて、持たしといて、最後ボーンってくるドーン倒して相手が打ったら大丈夫かピッてピッて。なるほどね。口に入れたらわかんない。悪だね、やっぱヒールだわ。まあ悪だ、俺はね。やっぱヒールだわ。俺は悪いから。じゃあちょっと言いますか。はい、じゃあ早速クッキング。うん、何今の。クッキングスタート。はい、達也クッキングの時間が始まりました。ヤンキーだね。あれ、あいつにはね、ちょっとね、やっちゃあかんね。何、待ってくよ。ちょっと慣れてねえだろヒール。ちょっと悪慣れてねえな。慣れてる、慣れてねえじゃねえんだよ。あー、ムカついてんだよ。あー、ごめんごめん。見とくこれ、うん、
うわ、怖っ。うんこの元だよ。うわ、こんなん売ってんだね。売ってんだよ。どこで買ったんだこんなの。ドン・キホーテ。お、市民的だな。アート、うん、こちら赤だし、赤味噌だよ。いや、赤だし書いてあるの。赤だしだけど、うん、赤味噌だよ。あ、これを固めんの。名古屋といえば赤だしだろ。確かに。これぽいだろ、ちょっと似てる。悪だね。悪だろ、これ似てるわ。これをだよ、これをね、サランラップを使って、おう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 、ポーク作って冷凍して、おう、この弁当あるだろ。ん、ちょっと待って、これ、ん、ほんとできてんなこれ。おい、お前なんかつくんじゃないの。いや、まぁ、あ、ちょっと時間かかるだろ。おいおい、手抜きすな。まぁ、あ、弁当の上に、はいはいはい、まあ、この美味しいご飯の上に、はい、ま、紛れ込んで、はい、やつがバレねえだろ。あ、そういうことか。悪だね。悪だろ。よし、じゃあもう作るって言ってもただうんちをつくだけだね、はい、よし、じゃあ早速、はいはい、作っていきましょう。おぉ、切り替え早っ。うわすごいね。味噌美味しいっすからね、でも味噌、赤だしで。好きよ、実際。ね、やっぱ名古屋はね、赤だしだもんね。赤だしよ。うわ、リアルだね。これ案外リアルなんですよ。それ、あれ、粉末、うんちのやつやんないといけないじゃん。これにね、この粉末を、これを、まぶす。まぶすんですよ、こうやって。これ臭い？くさ！マジ？おー、いい。マジで、うんこやん。本当にうんこなんだね。うんこやん。すごいわ。うわ、結構いくね。うわ、楽しそうだね、お前。やれ、あいつね、これぐらいやってなんてわからんで、あいつは。本当にね、口で言ってもわからんかったらな。わからん。そうだな。じゃあ、三、もう一個ぐらい作ろうか。おお、確かに。うかちゃん、うんちついた。くせえな、これ。くせえ。くさ。ちょっと待って、マジくせぇ。くせぇ、誰のこれうんこだ。お前だろこれ。ごめんしときますか。そうだね、まあ2個もあれば十分じゃん。十分ですかね、うん、これをまあ、はい、ちょっと冷凍にしていきたいと思います。 OK。 くっさ、この辺くせぇ、くせぇ。じゃあちょっとこれまで待ちましょう。さあさあ、見つけ、A です。よし、はい、来ました、来ました、やってまいりました、やってまいりました。すいません、お待たせしました。1個いい、うわ、職質されちゃって、職質されちゃって、そんなさ、しょうがないよね。しょうがない、そう、毎回なんか道込んでるとか多いよね。そう、ほんと毎回混んでるのか。なんかね、たまたまちゃんと混む時間を見て出なきゃ。そうね、悪気はない、悪気はない。まあいいんじゃないですか。まあね、それぞれね、それぞれいろいろ ありますから、うん、はい、まあ、そんなね、今日はね、まあ、イムが遅刻、はい、まあ、したんですけど、はい、毎日1時間ぐらい遅刻しませんこれあなた、はい、まあそれとはまた全然話は話っていうか全然逆なんですけど、全然逆、逆っていうか、あの、まあ、イムが何笑ってんのお前、その態度笑うなよ、笑わせに来てるもん。いや、笑わせない、全然逆なんだけど、こいつもこれがガチだから。そう、これガチだから、通常運転ですから。はいはい、まあ、あの、イムがね、まあ、来なかったんで、まあ、イムにさ、うん、まあ、ちょっと感謝の気持ちを込めて。お、感謝の気持ち。いつも遅れてきてありがとうって。もうだから、違う、まあ、感謝の気持ちを込めて、うん、じゃあ、ちょっとご飯を作ったわけ、うん、イムにね、うん、珍しい、マジで。それはもともと珍しいって一緒に作ってやんけ。まあ、一緒に、そう、うん、本当は一緒に作ってないけどな。達也が作りたいって言うから、そう、なんか料理を、まあ、ちょっと覚えたいってなってて、達也がそう、うん、でちょっと作ってみる。で俺食うのも今お腹空いてないし、じゃあ相手に食わせたらっていうことが、ドキュミってわけじゃないけどさ、そう、何を作ったか、まあ、当ててほしいっていう。あ、そうそうそう、クイズ的な感じ。そうそうそう、クイズじゃないけど、うん、ちょっとね、最近俺がハマってるご飯があって、あ、まあ、それをちょっと食べてもらいたいなと。いや、それを今日メインにして、そうだね、したいなと思って、はい、ちなみに好きなご飯とかは。好きなご飯、最近サバの味噌煮にハマってる。サバの味噌煮、サバの味噌煮にハマってる。渋え、試食はしたの？
して俺はしてるよ。味見はちょっとしたよ。でもまあ普通に美味しかった。普通に。ちょっとパッてやるのあれだから目隠ししてもらおうかな。ん？目隠し。目隠し。うん、目隠しして食べるで、何かっていう、うん、当てたほしい当てるそうとこまでが企画なんだ。そうちゃんとね、味見して、まあ、感想言って、はい、何かっていう。なるほど。じゃあ早速目隠し当たったら何か当たったらあります、ね、遅刻許す券、うん、10枚、うん、そっから、あ、10枚もくれるの、うん、喜ぶんじゃねえぞ、お前。おい、おーじゃねえんだわ。鼻だけいいから隙間がさ、カメラ向こうですから。きつ帽子を、この違う、タオルが短くて負けんから短いから帽子の中に入れる。はい、できましたっつって、もう寝とらないかよ。寝とらないかよ。何しとんねん。早くやるかよ。これを食ってもらいましょうか。できました。特製のね、美味しそう、うん、美味しそうだね。じゃあこれを向こうに持っていきますか。これうまいよ結構。じゃあ早速、はい、料理の方ができました、はい、だね。うわすごいね、はい、これ。これ目隠しいる？じゃあゲームの。ゲーム何を？そうそう、はい、じゃあまずは何をね、どれがいけますか。これ辺いったらこれ。まあ一個じゃないの。一個じゃないよ。結構なんか。いやこれ今好きっすよ。これは多分好きだね。これ一回じゃあ、あーしも。え何個か何個かあってどれ当てればいいの？とりあえずこれから行く。何かなこれって。あーし。100番。おー。おー、まあ漬物だね。漬物ですね。はいはいはい。はい、ちょっと大きく大きく。あ大きく大きく。おー。そんななんか予想して、もっと嬉しく食ってよ。嬉しく食ってください。せっかくタンスや作ったんだから。これなんですか。これ何？ご飯か。あー、あーごめんさすがですね。答え声小さ。言いますか。これは美味しい。美味しいですよ、うん、これ絶対好きだよ、はい、じゃあ口開けてもらって、はい、あーはい、おーよく噛んでいいですよ。噛みちぎってちょっと大きいからね、はい、これどう？美味しい、うん、これ何？なんだ？なんか天ぷら？そう、おー合ってる合ってる合ってる。どうですか？美味しい。何天？かぼちゃ。おー正解。おーすごい。じゃあ次行きますか、はい。じゃあ次、これ絶対美味しいでしょ。いいね。メイン。これメイン。これの。これの。エビじゃないの？これ結構大きくアーして。これ大きい。そう、エビ、あ、そう。アーして。が、いきます。もっと。もっともっともっと。うん、ふうふう。何これ？やばいやばい。じゃあ匂いやばい。当てて。匂いやばすぎるこれ。え？正解は？いやもううん、うんこしちゃったもう。え、どういうこと？え？じゃあまあオープンしますか。これが口の中入ってました。うん。ガ、う、ン、ん。え？え？は？どういうこと？ちょっとうんじす。おい、でも逃げるな。逃げるな。どういうこと？正解は。本当にタツヤのうんちです。俺うんちです。何してんの？悪だね。いや何してんのじゃない。自分やりすぎ、遅刻しすぎだから。バツです。なんでこううんちやろうかと思ったのは、うん、もう前回ね会見で小沢海選手に
食わすぞっつったからじゃあこれを先にやってみようってお前にうんこ食わすぞとそう達也に喧嘩やったやつはみんなこれだからそういうことあんたやめだろあ、ニューどうニューじゃあニューいや、ニューってもう見たらやばいじゃんでこれ食わす相手待って食わす相手間違えてるからだいや対戦相手がいや対戦相手もそうよ練習練習練習いやいやこんな感じでいくぞとでいくぞでも自分が悪いからねそうだよ自分が遅刻するからこういうことになるんだからね遅刻しなかったらこういうことにならないからちゃんと気を引き締めて本当にうんちだと思ううんちだと思ういや分かんないけど結構やばいよこれでもうんちじゃなくて、はい、これ本当に味噌味噌なの味噌が味噌に味噌にうんちのパウダーみたいなの売ってんのそういうことそれをわーってかけて混ぜてあもう本当に香りうんこ臭いじゃんなるほどねいや匂いもやばいし食感も感触感やばいマジで食感マジでやばいえ、本当食べたいや俺は食べてる、うん、あの本当は食べてないあのさすがにうんちはできないでしょできないよねうんち味噌だけない味噌を使っただから全然体にいいっすよ味噌とそういうご飯なんで味噌ご飯なんでそうだからもうついにじゃあこの食べてもらって、はい、全然大丈夫ですいやいや食べなさいいや俺もったいないかもしれないそれはお前ね見てる人もじゃあ3人で食べるとダメだダメだそんなに今のマジで美味しいから普通に体にいいからそう味噌だけちゃんと抜けて、はい、やればいいじゃんちょっと食べてみてよ味噌だねはいということで、はい、ドッキリ大成功うんちドッキリまずい。うんちドッキリ。だからもう全然遅刻しない？もうこれはしないわ。はい。これはしない。これはしない。これはしない。これもうしない。今後しませんね。今後しません。はい、言ったい。はい、もう誓ってるじゃん。もう今後遅刻しません。はい。すいませんでした。はい。じゃあ本当にね、試合当日はうんこ食わしてもらって、はい。はい。これは勝てるよ。これはね、あ、しっかりと。これは勝てる。要は、まあ、達也に喧嘩売ってきたり、絡んできたやつは、あ、そう、うん、覚えておけよと。覚えておけよ。はい。食わすぞ。企画、これで終わり？あ、え？いや、そうでしょ。え？それではな、次回の動画で。バイバイ。うんこくせえな、お前。ちょっと臭っ。チャンネル登録ありがとう。高評価もありがとう。今日もありがとう一日。明日も笑って一日。